村田政府は、江戸時代後期の長州藩士、家格大組。藩主、毛利高近の信任の下で、長州藩の藩政改革を主導した。天明三年、長戸国大継ぐ三隅村沢江に、長州藩士、村田光健の長男として生まれた。弟、山田京の,の子に、山田又助、孫に、山田明義がいる。また、妹、朱の孫に、 川上八一がいる。藩校名輪館では優秀な成績を収め、学費免除の上、名輪館所持つ方となる。文化五年、藩主、毛利一志望の故障として使える。以後、聖母から毛利高地下まで古代の藩主の下で、養殖を歴任した。江戸にて、花輪保吉一などから標法や解剖策を、また解保制料の著述から、形成論を学ぶなど、 さらに知識を広げた。文政2年に家徳を相続し、有筆転役や当職手元役、部育家高知ら人となる。天保9年、評判党と江戸仕組み係を兼任して、反省の実権を掌握し、藩主、森高地下の下で、天保の改革に伴う財政再建政策に取り組んだ。長州藩は慢性的な釈罪に苦しんでいたが、政府は、 天保14年に37カ年不開催司法を取った。これは、家臣と商人との癒着を防ぎ、身分の上下の区別をつける目的もあった。次に、藩はそれまで特産物である老を千倍制にしていたが、政府はこれを廃止して商人による自由な取引を許した。その代わり、商人に対しては、運上銀を課税した。さらに、この頃の下関海峡は、 西国諸大名にとっては、商業、交通の要衝であったが、政府はこれに目をつけた。豪商の白石正一郎や中野犯罪門らを登用して、腰に方を設置したのである。腰に方とは、藩が下関で運営する金融建装工業であり、いわば下関を通る貿易船などを保護する貿易会社である。このような政府の財政改革により、 長州藩の財政は再建されていった。また、政府は教育普及においても力を注ぎ、庶民層に対しても教育を進め、開園2年には、明林館の拡大も行っている。他にも、学問所である、三隅山総村制度を建設している。しかし、37カ年不開催司法は、藩士が多額の借金をしていたことから商人らに反発を受け、 また、腰に肩を成功させたことで、大阪への商品流通が著しく減少したことにより、幕府からの横槍が入って多人する。さらに改革の途中で中部に倒れ、過労の坪井久右衛門に反省の実権を譲って引退した。その後、病から回復して、指定教育に力を注ぐ一方で、解剖糸口、病を寝ごと、両頭の意の子など、 多くの著作を記している。安政2年、政府を尊敬する家老、津府正之助の要請で、再び反省に携わったが、政府の改革に対して反対派である、無垢なし東大の対頭などもあって、再びの改革には失敗する。同年、治病である中部が再発して73歳で死去した。晩年は161国を救された。再びの改革は、 失敗に終わったものの、政府の改革は幕末の長州藩における大きな財産となったとして、現在も評価されている。ありがとうございます。